はい、どうもこちらです。今回はね、新決戦の禁止の式、こちらのね、アルティメート難易度を、無課金編成でクリアできたので、そちらのね、紹介をしていきたいと思います。で、一応、初見もね、やったんですけど、動画撮ったんですけど、ちょっと手数が使っちゃってるし、いいかなと思ってお蔵入りします。これで一応クリアできたんで、そんなにかな、今回難易度に関して言うと。そんなにめちゃくちゃ恐れるほどではないよ、正直。やべやべ、これちょっと変えられちゃう。うわー、やばい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 。怖い怖い、爆弾怖いな。で、いけた、もう受けた。こんな感じでちょっとね、道中がちょっと危なめかな。位置が多いとね、スロット状況によっては位置が多いとちょっと危険かなっていうのはあるね、正直。あ、これリバースされちゃうか、ミスった。あ、されないか、されないか。あれ、今回の敵ってリバースしてこないのかな。そういえばされてない気がするね。そういえば、うわ、これやべえから、ケザル使っとこうか。一応うわー、これタップが難しいんだよね、これ。困ったねー。やべ、ほら、こうなっちゃうんだよね。非常にもったいない、こうなると。やった、はい、ちょっと肉を出したいね。恐竜は食らえないよな、多分。恐竜は食らえないな。9ターンか、あと8ターンか。よく痺れろ、痺れろ、よし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 。こうやって痺れるとね、ターン稼げるんで、だいぶいいかなというふうに思います。で、こいつらがほぼね、強化素材というか、そういうやつらが4なんで、体力が、なかなかね、この辺が難しいというか。で、あとこいつがね、擬音消ししてくるんで、こいつね、マジ気をつけた方がいい。1の時にやってくるんだっけな、さっきやられたんだよ。で、たまんねえなこれ。でもちょっとね、ミホークがたまんない。困るね、これは。なかなか困っちゃうね、これ。ほら、これ4なんだ。たまんないな。道中一発食らえないしな。火力高いんだよね。道中食らうと戦闘効果出なくなっちゃうんだよね。で、もうこういうとこどうしようかって迷うんだけど、普通に攻撃しちゃうか。どうせスロット変えられちゃうしね。あ、ケザルの方が出た。で、これが多分ね、割合ダメージで 50% かな。50% だね。で、ミオークは早めに打ちます。全然効かない。
ね、戦闘効果出てます。うわスロット悪、これいけるかな。うわスロット悪いね、これいけるかちょっと不安だね。てかなんでキザルここ置いてんの、バカだろ。キザルの位置を、あでもキザルの位置変えたところで結局変わんねえか。そうだね、変わんないね、どうせ3体しかなんない。そうだね、まあ美容君のところがね食属性だったらキザルの位置変えてもいいと思うんだけど、まあ変えようがないこれだと思う。で、で、で、でこいつね弱っても久々としてこない、復活後は知らないよ、復活後は知らないけど復活前はさっきはしてこなかった。だからね、うん、そんなに臆することないというか本気でやってて大丈夫、こういう時は。いきます、やべ、あーやばい、グレード出しちゃった。うわーキザルかー、そこうわー全然効かねえ、これ削れるかどうかだなと。うわーギリギリか、戦闘効果出てるね。うわルッチてか誰になったとしてもやばいんだけど、これはまあ削れるかな、どうかな、微妙なとこだね。でこれで戦闘効果も出なくなっちゃった。次でいけるかな、うん、キザル、よかったよかった。ちょっとギリギリになっちゃったけど、ちょっとグレート出しちゃうとちょっとギリギリかも。であとさっきねスロットが1個も来なかったじゃん、それがちょっときついかも。うん、まあそれ以外だったらいけるかな、てかそれでもいけてるから、まあ安定するんじゃないかな普通に。うん、あと綿飴次第によってはもっといけると思う。でこれ30やっていくんですけど、まあこの船の来航でまあ飛ばせるというわけなんで、まあちょっとギリギリになっちゃってごめんなさい。ちょっとパーフェクト出せればねもっと楽にいけたんですけど、パーフェクト出せてるとあのアルベダ使ってるんでダメージ軽減されて、で次のターンもまあ見てたら分かると思うんですけど、あの戦闘効果出てるんですよね、マルコの。だからマルコの戦闘効果分だけでいけちゃうんだよね。でしかも運よくそこでスロットがもし来てれば、あのマルコのスロット影響も残ってるし、あのキザルの、チェイン上昇のやつも残ってるんで2ターン分なんで、ね、だからいけるんですよ。ちょっとミスってここでグダグダになっちゃったけど、でも本当はいけるんで、うん、まあ、皆さんもねぜひあのこのパーティーできるというか、まあ課金なんでね、あのまあ揃ってるっていう方はねぜひぜひやってみてください。はい、以上ね、新決戦の四季のね課金攻略でございました。ご視聴ありがとうございます。はい、ただいまただいまじゃねえよあのちょっとね四季の、評価をね言わせたんで、ちょっと、俺なりのね評価を言っていきたいと思います。まあ、野心斬撃で、まあ、野心のまあ熊の肉以外版かな、肉連以外版、肉と連はまあ外変換してくれないと、うん、まあだけど熊と違って敵全体に無属性大ダメージがあってって感じだね。
スキルマ予想は14か15ぐらいかな。うん。あ、もうちょっと長いかもな、1ターン 1.75 倍。うん。クマも 1.75 なんですけど、スロット強化の方、スロット強化より、タイプ強化の方が若干多い感じしない？なんていうの？ターン数が。同じ、例えば、スロット 1.5 倍と、タイプ 1.5 倍。タイプ 1.5 倍の方が長くない？そんなことないかな。講座とかだったら10ターンだけど、あいつ、ベラミ8ターンとかだよね、確か。うん。って感じでちょっと長めだし、あとこういうね、こういう大ダメージ系、長いよね。あ、だから17とかもありえそうだな、こう考えると。でもちょっと14、15ぐらいじゃないとちょっと使い物にならない気がするんで、どうかな。わかんないや。多分船長効果は、まあ、俺予想してた通り、てか予想言うの忘れた、この前の速報の時に。まあいいや。そう、船長効果に関しては、まあ多分、2倍、2倍だね。うん。まあ予想通り。まあ予想通りっていうか、まあ青生地とか、ハンコックとかね、ドフラミンゴとか、まあ全部あれはタイプ2倍系なんで、まあこれもそうじゃないかなって予想してました。まあそれかピーカーみたいに 2.25 倍プラス 1.5 倍。かなって前予想してたんですけど、まあ、2倍、2倍だね、多分ね。まあ、野心タイプでしか、外変換しないんで、まあ、野心派でしか使えないと思いきや、まあ、斬撃でも使えるよね。っていうのも、斬撃野心っていうキャラが結構多いんですよ。ミホーク派で、例えばドフラミンゴとかゾロとか入れたら、まあ、野心3人入るよね。3人の円安ってまあまあだと思うんだよね。全員円安書かなくても、ね、正直ミホーク、フレンドに選んでた場合、とかフェスゲミオクパってさ、1人目倍率かかんないじゃん、2倍しか。ってなると5人中3人倍率かかってるような感じなんで、まあいいのかなっていうふうに思いますね。うん、まあまあじゃないかな。うん、だから、まあ俺はスキルマ目指して周回しようと思うんですけど、うん、まあ余裕があったらぐらいでいいと思います。まだ今のところはね、うん、これから評価伸びるかもしれないですけど、でコロシアムで使うとこ増えると思うんですけど、うん、てかまあ俺の動画見てくれてる人はね、俺の動画を参考にしてる人多いと思うんで、俺と同じように周回して、俺と同じように、育成すればね、俺の動画もまあまあ参考になると思うんで、まあ俺は、四季、回ろうと思ってるので、俺の動画ね、参考に今後したいなって思ってる人は、まあ、ぜひぜひ回ってみてください。はい。ということで、今度こそ、バイバイ。